はい、ということで今本田さんに行ってスーパーカブ C125 を借りてまいりました。今日から可能な限りこのスーパーカブ C125 を乗り倒してみたいと思います。でこのシリーズはですね、レビューということではなく、途中で車両について気がついたことがあればポツリポツリとコメントするかもしれませんが、基本的には Vlog みたいなものなので、そのあたりはあまり期待しないでいただければと思います。はい、それではね、早速スタートします。それにしてもね、今日は暑いんですよ。今季最高気温になるのではないかというような日ではあるんですけども、本当に暑い。今私は首に先日のレビューで紹介したフェルチェ素子式のネッククーラーをしていますが、ちょっとね、これがなければやばかったというぐらい暑いですね。あまりに暑すぎるのか、今日はこの青山の周辺も空いてますね。まあレビューじゃないですが、このスーパーカブ C125、 やはりね、乗り出した瞬間に上質だなというような気がします。今気づいた中では特に上質だなと思うのがトランスミッションのタッチですね。まあスーパーカブ110、我が家にもありますけれども、まあ概ねね、満足のいく車両ではあるんですが、トランスミッションに関しては結構ね、こう特にこういう停車状態だとね、まあ、よくあることですけども、ちょっと引っかかったような感じになって、なかなかねトランスミッションが動いてくれないということがありますが、このスーパーカブ C125 はそういうことがないんですよね。トランスミッションが止まった状態でも結構サクサク動いてくれる感じがして、そしてまたタッチがね、いかにも高級なスーパーカブという感じでいいんですよね。ちょっと2速で発進してみましょうか。1速はもう十分すぎるほどのトルクがあるんでスムーズなんですけど、まあ、2速発進あたりもね、結構楽にできるんじゃないかと思います。今2速ですね。いや、それにしても暑い。ヘルメットのシールド下げてられない。はい、今ね、あえて2速で発進してみましたが、2速もね、余裕ですね。2速発進でも特に響き感はないですね。右斜め前方にすごいフェラーリがいますけども、はい、最近のフェラーリはエンジン回さなければ静かなんですね。私は自分の住んでいる東京の西の方に帰るときはこのルートで帰ることが多いんですよね。この辺りは曲がる筋を1本間違えただけで結構時間のロスが大きかったりするんですよね。街中もスムーズというか余裕があるな、やっぱり125ともなると。今スーパーカブ C125 がフェラーリを従えて走ってます。高級車2台が並走しております。いや、すごい静か。フェラーリっていうとそばにいるだけでうるさいっていうイメージあったんですけど、今あんな感じなんですね。いや、それにしても暑いな。今日ネッククーラー持ってきてなかったら軽く絶望してたな。新宿御苑の下くぐって混んでるともう今日大変なことになりますんで、できるだけトンネルを避けて帰りたいと思います。
をこういうちょっと細めのビルの谷間みたいなところの方が涼しいな。まあ、普段ねこっちから帰るってことはあまりないですけども、今日はねスーパーカブの C125 の街中でのフィーリングを確かめるべく、そしてトンネル内の暑さを避けてあえてこっちに来てみました。いや出足がいいなぁ。で出足がいいだけじゃなくて、その結構加速しているとき、出足よくスタートしたときのそのエンジンが回ってるフィーリングの荒々しさが全然ない。このあたりはさすがロングストローク化されたエンジンの粘りといった感じでしょうかね。トルクもこうすごいねっとりしてる、走りやすい。街中交差点を何回か曲がって気づいたことですが、やはり車体の安定感も一段スーパーカブ110よりも強いな。こうどっしりしてる感じがスーパーカブなのに備わっているという感じ。平日とはいえやっぱり人でも少なめといった感じまあそうですよね。今日はあの北関東の方では40度超えて41度に達するのではないかみたいなことをニュースで言ってましたんで、まあ、この辺りも学生時代にちょいちょい遊びに来てましたけど、ずいぶん様変わりしてなんとなくどっしり構えているのは伊勢丹のみといった感じでしょうか。あ、まだ丸いがあるんですね。建物の印象がちょっと変わったんで気づきませんでしたけど、右手の方は歌舞伎町方面ということですね。いやー空いてるな、ここをこんなに短時間で抜けられることはなかなかないかなという気がします。 C125 で新宿あたりを夜ブラブラと流すなんていうのも楽しいかもしれないですね。まあ高級なねスーパーカブとはいえ、大型バイクほどでかいわけではないので、やっぱり運転してても気楽なんですよね。その上こう視界も広いし運転しやすいし、さっき言ったその車両のどっしり感というのも備わっているから、なんかこうクルージングするにもねぴったりというような気がします。街中を見渡してみても多くの人たちが日陰日陰と歩く人もそんな感じで移動している様子が見て取れます。さあここがね高層ビル街というんでしょうかね。やっぱりスーパーカブ C125 で新宿を流すというのは気持ちがいいですね。車体が安定してるから、やっぱりこう、まあ、あまりキョロキョロするもんじゃないですけども、周りを見渡す余裕もありますね。はい、これ今右手がね東京都庁ということで、あれ俺ここ走ったの初めてかな。あまりね普段ここら辺をうろつくような人間じゃないんで。
塚だからまっすぐでいいのかな。ああ、そっか。あれが甲州街道かな。 C125 に乗って気分がいいので普段走ったこともないようなところを走っています。はい、甲州街道が見えてまいりました。東京の西に住んでいる人間はこの甲州街道の表示を見ると若干安心するというところがありますけども、私もまさにその通りと。まあ、青梅街道派の人もね、いるかもしれません。さあ、今までなかなか4速には入らなかったんですが、まあ、これぐらいの、ね、速度だと、まあ、3速がせいぜいと、まあ、4速入れられるんですけども、4速だとね、ちょっと抜けたような走行フィーリングになりますんで、だいたい街中は3速で走ることが多いのかな。ここからもうそのまま4速で行こうと思いますが、まあ、振動もあるにはあるんですけれども、こうなんていうかぬるぬるぬるっていうような感じで振動の角が落ちているんで、全く不快な振動という感じではないです。はい、今ギアが入ってなくて一瞬大泉さん状態になるところでしたけども、回転がね上がったタイミングでギアを入れたらどえらいことになりますんで、それは気をつけないといけませんね。甲州街道も空いてますね。これもなかなか見ない景色、ここまで空いてるのは。まあもうあとちょっとね、今3時半ぐらいなんで、もうあと少し経つと徐々にね、夕方の混雑が始まるんじゃないかと思いますが、珍しいですね。やっぱり暑すぎて遊びでね外に出てる人が少ないからでしょうか。今4速のままこのね坂道を登っていましたが、4速でもね全く問題ないですね。特に後ろからせっつかれてるという感じもないです。車体が安定してるんで、今本当にスピードメーター10キロに満たないですけど、